ナナナナラジオ。こんばんは、劇団青木林間の平林です。山口です。まさきです。よろしくお願いします。私がテンション高めなのはね、理由がございます。今回のラジオ、私の持ち込み企画やらせてもらえます。はい、じゃあ企画名はですね、おすすめはためらうけど、あわよくば同士になってほしい〇〇。はい、これはですね、自分は好きだけど万人に受けるとは言い切れない。自分の周囲でこれを好きと言っている人を聞いたことがない。自分のフェチや趣味にはぴったり合致するけどマニアックかもしれない。まあ、そんな自分の好きの同士になってくれという企画ですね。まあ、簡単に言えば、不況、沼に引きずり込みです。これ私も話すときに、マリちゃん、スーさんを引きずり込む覚悟で言うんで、二人もね、あとの二人をこう引きずり込む覚悟で言ってもらえたらと思ってます。頑張ります。はい。でなんでね、今回の〇〇は映画なので、今回3人はそれぞれ自分のおすすめのこの同士になってほしい好きな映画の、ね、説明をざっくりしてもらおうと思ってます。でなんで最初はじゃあスーさんからかな。じゃあスーさんから、はい、語ってください。はい、どうぞ。はい、そうだね、万人受けしなそうなっていう風にありますが、どうでしょうね、スタジオジブリ作品の宝法華経隣の山田くんっていうの知ってます？あ、タイトルだけ聞いたことあります。うん、同じ、見たことはない。そうなんだよね。そうなの、スタジオジブリ作品なんだけど、あんまりね、そういうなんかめっちゃ好きみたいな人ちょっとあんま出会ったことなくてですね、これは1999年の高畑勲監督の作品でございます。うん、であれね、原作がね、朝日新聞の4コマ漫画なんだよね。これ今宝法華経隣の山田くんって言ったけど、確かその新聞のタイトルののちゃんだったと思う。見てた、知ってる。あ、そうなんだ。うん、そう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 。それで、そういう4コマ漫画が原作で、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、妹とおばあちゃんと犬1匹の山田家の日常を描いた作品で、これといって事件が起こるわけではないの。本当に、だってもともとがさ、新聞のその4コマ漫画が元だから、長い長編なんだが、一つ一つね、なんか短編で紡がれているわけ、ストーリーが。うーん、でしかもなんか絵がね、本当になんていうの、さらって描いたような感じの絵なの。すごい描き込んであるとかじゃなくて、鉛筆でアウトラインをさらさらって描いて、で水彩絵の具でさささって塗ったような感じの絵柄なのね。その線もなんか一本の滑らかな線じゃなくて何本も引いてあるみたいな、練習書きのような、そうそう、絵なのよ。だけどめっちゃ動きが滑らかなの。興行収入そんな振るわなかったんだけど制作費はねめっちゃかかってんだよね、これ。へーそうなんだ。そうだから書く枚数がめちゃめちゃ多いから、その滑らかな動きにするために。あー、なるほど。当時その CM とか流れてたけど、その今順調に制作が遅れていますっていう風に流れてたもんねCM がすごいね。そう、でもね、なんか私その1999年からちょっと経ってからめちゃめちゃ見ることになったんだけど、なんでかっつうと、仕事でね、もう心も体もほんとボロボロになってしまってさ、もうなんかそういう時って何かを見る気力ってないのよね。
全然湧いてこなくて、だけど何もしないとその仕事のことばっかり考えてしまう。で、何かちょっと気を紛らわせるために何か見たいなっていうふうに思った時に、ああそういえば山田くんあったなと思って、それこそ VHS ですよ。あ、そう、それに録画してて、でそれをもう本当にね毎日毎日見てた。特に本当に何にも起きないんだけど、だけどその山田家の日常を描いたのがね本当に良くて、私のその疲れた心と体を癒してくれた作品ですね。はい、良い、素晴らしい。でもみんなあの普通の状態の時でも見てください、ぜひ。疲れた時じゃなくてもね。はい、いやなんか今ね、すごいいいおすすめを聞いた。あ、そうなのですか。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、確かに、こう、なんだか絵とか、その映画でチラッと見たことある気がするんだけど、ちゃんとは見たことなかったから、うん、そんな感じなんだって聞いて、なんかスーさんのその体験とも相まってね、見たくなりました。ぜひとも。ぜひとも。あ、お次は？私が行こうかな。はい。お願いします。はい、私がおすすめしたいのはスイスアーミーマンっていう映画ですね、うん、知ってる？いや知らない。タイトルも初めて聞きました。2016年のアメリカの映画なんですけど、これダニエル・ラドクリフ、ハリーポッターのハリーが死体の役で出てるのよ。ちょっと話題になったんですけど、話題だけ聞いた。あ、うん、これあの、まあ、ざっくりストーリー言うと、無人島に流れ着いた主人公が、まあ、自殺しようとするところから始まるのよ、うん、まあ、そこにあの死体のダニエル・ラドクリフが流れ着いてきて、どこからで その死体が最初は何も喋れなかったりするんだけど、こうね、体内のガスとか他にもいろいろでめちゃめちゃ便利なのよ。なんか体内のガスでジェット噴射で動けたりとか、こうお腹ガッてやって水パーってできて水飲めたりとかしてそれを利用して、あのまずあの違う隣の島に行って、まあ、無人島から脱出してさらに人里目指そうみたいな話なんだけど、まあ、途中からその死体が、まあ、ベニーっていう風に名乗るんだけど、まあ、そのメニーと主人公ハンクとメニーが途中から会話をするようになって、それでメニーが全然記憶ないって言ってるんだけど、ハンクがこのいろんなね嘘の記憶を教えていくのよ。なぜか嘘の記憶でこのメニーがこの生きる気力というか自分も人と帰りたいって思うと、この彼の便利度も上がっていくから、なんかゲームみたいだね。でね、これがそのちょっと今聞くとさ、なんか面白い感じの B 級映画っぽいじゃない、うんうん、だけど2人の無人島の生活がめちゃめちゃいいのよ。そのダニエル・ラドクリフのメニーとハンクが、このメニーがハンクの持ってるスマホの待ち受けの女の子に恋して、さらにそこ話が展開していくんだけど、そのスマホの待ち受けの女の子はハンクが好きな女の子なんだけど、その時のハンクがその女の子に恋したところとかをまるでメニーが体験したかのように伝えていくから、そこで無人島なんだけど、このバスでハンクが女の子を見かけて好きになったシーンとかをメニーの記憶だって思わせるために、自分がハンクが女装をしてメニーにこういう風に君は女の子に恋したんだよみたいなことをやっていくわけです。パーティーしたりとかなんかいろいろやっていくんだけど、その中で無人島で2人きりですごい寂しいし、まあ、死体だしさ、変じゃない。だけどだんだんその2人の閉じられた生活がすごい私は美しく覚えてきて、なんかそのメニーとハンクがだんだんこう友達からなんか親友みたくなっていくのもあるし、親友なんだけどその疑似恋愛みたい なんか恋愛的な美しさもあり、なんか家族みたいになってきて、なんかその主人公のハンクはめちゃめちゃ冴えないんだけど、その冴えない人間がこの映画を見たらその二人きりの生活にあまりに全てが揃いすぎてて、すごい共感するんじゃないかと思っているわけよ。へえ、ね、で最後もまたちょっともう一展開あるんだけど、最初から弾いてるちょっとしたなんか下ネタのお笑いとかが最後になんかもう一回リフレインがあるんだけど、そことかもなんか
ともすれば品のない笑いかと思いきや、私はめちゃめちゃ感動しちゃってすごいいいのよ。でも私そんな風にめちゃめちゃ共感してすごい好きな映画なんだけど、実際公開された時は評価がね賛否両論で、まあ、肯定派の方が優勢なんだけど、この途中でその設定の奇抜さについていけなかった関係が途中退席したとかね、そういうことも書かれてるから私は押してるんだけど、あの一回その設定に入り込めなかったりとかすると楽しくないかなとはね思う。でもめちゃめちゃいいから見てほしいってやつ。これさ、パッケージだけ見たことある。なんかラドクリフにをサーフィンみたいにして乗ってる男の人のパッケージを見て、見た見た、それ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 、それえこれハリーポッターやった人だよなとか思いながらちょっとビビった気がする。めちゃめちゃいいよ私めちゃめちゃ好きだそうなんだ。なんかそんな感動する話とは、私はねちょっと感動した。でも好き嫌いあると思う。ちょっと下ネタとかもあるからあんまり、あ10代の女の子とかおすすめしたらセクハラになるんじゃないかと思って言えないみたいななるほど、ね、ちょっと見てみる。あなんか、こういう話を聞くといいね。だって絶対見なかったよ本当に話しなかったらでしょ。そう、そうよよかった。じゃあ次マリちゃんにも言ってもらおうかな。私オタクになれないコンプレックスを抱えているから、ちょっとこれ結構ハードル高いんですけど、しかも王道が好きっていうこの企画のなかなか万人に受けるとは言い切れないっていうところがちょっと当てはまるかどうか怪しいけど、去年私が好きになった邦画を言いたいと思います。と万引き家族、2人知ってる？あー、うん、見てないけどもすごい有名な、確かに賛否両論あったってところに許してい, いやなんか今まで私は洋画の方が結構好きだったんだけど、去年の春にちょっとアマゾンプライムに入った関係で2ヶ月で50本ぐらい映画を見て、でたまなんか邦画いいなって思った中でもこれはちょっとダントツ好きになって、だからぜひこれで紹介したいなと思ったんですけど、と本当にそのスーさんも言ったように有名なカンヌ映画祭で最高賞パルムドールも取ってる作品で、でリリー・フランキーさんとか安藤サクラさんとかキキキリンさんとか有名なそうそうたる俳優さんが出てる作品なんですけど、これがと一見5人家族に見えるけど実は血のつながりは一切ない家族で、で何でつながってるかといったら犯罪でつながってると言っても過言じゃなくって、全員誘拐されて集まった家族というか、完全に誘拐かと言われたらそうじゃないパターンもあるんだけど、例えばリンっていう女の子、本名は、ジュリちゃんって別の名前なんだけど虐待を受けててここのみんなと一緒に暮らしていきたいっていうので、あのリンっていう新しい名前を自分であの選んでつけてそこで家族として暮らしていくっていう感じなんだけど、本当にみんなアキちゃん以外は何かしら、まあ、事件だったり犯罪というものに関わってきてる子たちで、この作品がなんか一見社会問題も背景にしてるような感じもするし、原作というか是枝監督が作品を思いついたきっかけが親の死をあの知らせないで年金を不正受給してた事件を元にしてあのきっかけで書いてたりするんだけど、私はこれを見てなんか家族ってなんだろうというか、家族じゃな血のつながってる家族じゃないけどこれは家族だなって感じるところが結構あって、なんかどんなつながりの家族も受け入れてくれる映画だったこととか、やっぱ言葉じゃ伝わってないけどお互い思い合ってる一人一人の様子もものすごく感動して、もちろん演技も素晴らしかったのもあったんだけど、なんかすごい深みのある作品だなと思ってこの作品が好きになったのでよかったら見てくださいって感じです。
はい、見るわ見る、うん、めちゃめちゃ興味惹かれた。そういう感じだったんだ。いや本当になんか万引きしてる人がいっぱい揃ってる話だと思ってでもほぼほぼ全員万引きしてるしてるし、いやいい話だ。あそういう感じなんだ。いやよかった。今回ちょっとね、じゃあ3人でねそれぞれあのちょっと濃いめの話をしてもらいましたけど、私的にはめちゃめちゃ満足だったので、これあの今回ね丸々映画だったけど丸々変えれば他にもいろいろできるんでね、ちょっとあ本当ややばいやばい語るの聞いてもらったり語らせたりするんでね、よろしくお願いします。その時は語る練習していかないかも、はい、マジで好きなもんいっぱい見つけといて本当だね、本当だ本当だはい、じゃというわけで今回は伊直進会平林と山口とまさきでした。ありがとうございました。